はい、ということで4人全員定食は一旦完食しました。小原がまあ、キックオフと、まあ、すごいですね。はい、ということでとりあえず8人前、まあ、単純計算1人2人前ですね。でも珍しい形なんじゃない、はい、これうどんって言っても知り合えるかっていう話、食べていきましょう。今がこれが主菜です。じゃああれ前菜だった。一本目めっちゃツルツルしていただきます。ツルツルいただきます。あ、冷たいのが好きだ。いきます。余裕でくれた。このうどんおかずにご飯って言って、なんかね、中学の時に修学旅行で作った手打ちうどん作った。あっすー、30ぐらいいくね。今日は調子いい。国家庁の男は違うぜ。ポリマッチカレー計13年前まだ一回に次10人目、1回車掌だ。6人目ぐらい、ここで2割ぐらい。ダイソン顔負けの吸引力いきます。飛ばすなよ。くさ、ちっちゃい頃にさ、中華麺食うじゃん。喉の途中で止めてさ、食べてる。こんな干したみたいな感じしてるから。もう早いよ。早いよ。いや、恥ずかしいんだけど。YouTuber で恥ずかしいんだけど。甘いって。失礼いたしました。ご注文お伺いいたします。うどん12枚で。うどん12枚で、はい、かしこまりました。どんどん注文見て全員で100本いける。1人25本でいけないかと思うよ。正直、時間をとかいくらでもいけるということで、12枚追加です。23年前何やかな。できるだけ持ってきてるから。それとあるもの全部なんかすごい気持ち悪くなってきたと思う。ハヤト君6でしょ。6? すげえ、コメント来た。いやー、鳥肌もんすぎるこれは。追いかけシリーズ大好きですだって。うめえとか見てるんだ。よし、やばついに5人前の追加です。28人前制限時間30分切っております。ここは耐久戦。あ、ほなもどうぞ。お前は何の国かってことなんだよ。なんと続いてまたまた5人前追加。33人前ここはの国会だと。バーン次5人前。いや、でもいいよ、俺食えないもん。俺が勝たないとこの動画になりそうだね。リバプレーす。ありがとうございます。2人前です。35人前だ。とりあえず、もうごちそうさまです。ごちそうさまです。ごちそうさまです。な、お会計よろしくお願いします。5、4、3、2、1。危ねえ。それで世界観です。本数を一応発表しましょうかね。結果発表。まあ、とりあえず早いと思います。9番です。じゃあ、続いて僕15本です。じゃあ、僕は、はい、22です。僕は26本です。おお。まあ、僕の持ち込み企画ですからね。勝ってもらわなきゃ困るんだね。でも、前回のこいつの持ち込み企画よりは、え、激辛ばせん、あれは。まあ、あれもモテるから。これ最後の動画。バイバイ。風を切って走ってゆく希望の街へと。